まあこの映画に出てくるような夏祭りっていうのは本当にもう一番憧れなんですけど特にこう花火大会とかであのやっぱりこう地元のお祭りとかだと知り合いがいるじゃないですかでちょっとこう会うと恥ずかしいみたいなのがあるからあの浴衣着てあのお面売ってるのを買ってかぶってなんかこうバレないように手をつないで歩くみたいな。 少女漫画チックですかいや、素敵ですい,<や>いいんですか,んか年々妄想の力がなんか強まってる気がしますねや,やっぱりちょっと憧れっていうのでちょっと盛り上がってしまいましたそうですか、お面が加わりましたもんね <laughs> そうなんですよちなみに何のお面を選びますかいややっぱりそこはまあ子供向けが多いと思うんですよ、本当はなんとかじゃとかが多い中で、はい、猫とか、キツネとか <ー>私は選んであっちはタヌキとか,かな <laughs> そういうのちょうどいいんじゃないですかとたぬき ちょっとなんかもののけチックな不思議な雰囲気を出しつつね <laughs> めっちゃ楽しそうじゃん <laughs> このテンションで2人にも3人もお願いします、ね、いやー結構その夏やっぱいろんなとこでそういう質問ってくるじゃないですかで例えばスイ「やれすいかわり」とか言ってきたんですけど僕でも夏の思い出って振り返ると僕カウトムシ取りに行った思い出しかなくて。<laughs> あの、おじいちゃんに朝4時に起こされて、行くぞって言って、おじいちゃんが木を蹴るんですよ。そしたらこう、<えっ S 1> パパーって、<laughs> カブトムシとかクワガタが落ちてくる木がありまして、九州の方に。なんか、それ一緒に楽しめること、 ゴキゲッケカブトムシとかやりたいです。相手が虫嫌いだと大変だね。いもうそうですね。<ー>もう一発アウトだと思います。<ー> <laughs> はい。こんなにたくさん落ちてきちゃったらね、もうデートどころじゃないって <laughs> 女子もいるかもしれないですけどね。もそれでも笑えたらねいいですよね、まあ。そこでもし笑いが起こらなかったら、えー、僕もちょっと夏祭りそのまま生産するかのように連れて行きおめかぶってたいと思います。<laughs> こともなかったかのようですね。理想のデート、私キャンプしたことがなくて。キャンプ。キャンプ。キャンプしてみたいです。あのグランピング。はい、グランピング。とか、すごい興味ありますね。なんか。魚とか、こうやって釣って。釣ってね。いや、いて、食べてみたいな。キャンパーです、一応。あ、そうなんですか。私、はい。ええ。キャンプ椅子もたくさんあったり。ええ。パイセンだ。じゃ。あキャンプはいいですよ。キャンプいいですか。キャンプ。 あの夜の夜空の星とかみたいですね<星>山とかでそ<う>すごい綺麗に見えそうなんで確かに、うん、それいいですねロマンチック、うん、包まれますよ星にあいいですね<ー>星に包まれます <laughs> いい表現ね <laughs> 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 僕はもう叶わないからこそ文化祭を一緒に回りたかったなっていうのがすごい強いですねんなんか2人でデートして でも見られても,もうちょっと恥ずかしながらデートしてっていうのはすごい楽しそうじゃないですか制服着れてもうなんか着れないんだって思うとすごい寂しさが今感じてるので全国の皆さんできるなら今がチャンスだと思います。<laughs> ああ、確かにあとそそで,、ね、でね、うん、からかわれたりしてねあれ誰なんだよですねああそういうのやりたいですね <laughs> やめろよ <laughs> みたいな。 くれてるつもりではあったんだけどね。そう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 。つもりではあったんだけどね。多分ね。<laughs> 文化祭のシーンはね、この映画でも皆さんにこう実体験というかね、していただけるかなと思いますので、うん、は,いはい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。